宇宙。本田明子君。本田明子でございます。今日は4人の先生方どうもありがとうございました。忽那参考人と松本参考人にお話を伺いたいと思います。先ほど少し出ておりましたけれども、接種部位 の痛みと発熱の件でございますけれども、今後さらに接種をこう上げていくときに、高齢者の接種とかが増えてきたときに、その24時間体制とかでもしこうそれがしていくと、逆に本人や家族の方から その問い合わせが、痛みに関する問い合わせが増えてくるのじゃないかということをちょっと心配の声がございます。で、厚労省のホームページを見ますと、繰り返しその OTC の痛み止めを飲むことは避けてくださいというふうな Q&A が出てるんですが、事前にやはりこう痛みはあるということで、飲んでもいいですよというのは言いたいんですけど、どれだけこうアナウンスをしていけばいいかということがありまして、その辺を先生たちのご助言をいただければと思います。こちらの参考人。はい、ご質問ありがとうございました。おっしゃる通り、副反応に関してはですね、頻度が高いので、高齢者の方でも問題になることはあるかと思いますが、年齢別に見た副反応の頻度で言いますと、高齢の方ではですね、若い方と比べると頻度が高くない、低いと言われております。ですので、むしろ若い方の方が副反応は問題になることが多いのかなと。ただおっしゃる通り、その高齢の方でももちろん問題になることはありますので、私の場合はもう問診をしているときに、もう十分こういう反応が起こることがありますので、解熱薬は飲んでもらって構いませんと。で、通常は2日くらいまでは発熱が続くことがありますけど、3日以上続く場合はまたご相談してくださいなどですね、相談するべきタイミングなどをですね、周知をしていくというのがいいのかなというふうに思います。本田明子君。失礼、松本参考人。ご質問ありがとうございます。私も忽那先生と同等で、高齢者の方は比較的副反応、発熱が少ないと聞いております。やはり情報をきちんと出してよく理解をしていただくと、接種する方って医療関係者も増えると聞いておりますので、やはり分かりやすい情報提供をしていただいて、翌日熱が出るかもしれませんよということが分かっていれば、この熱はコロナの熱であろうということ、あとは東京都でコールセンターも持っておりますので、そういうところにきちんとつながるような形で、不安な方がきちんとつながるダイヤル、連絡先があればいいのかなと思っております。また子どもの予防接種でも発熱は一定頻度起きるワクチンもありますので、そういう意味では分かっている副反応については理解していただいた上で、長期間は続きませんので、そこをよく理解して、やはりその効果をよく分かっていただいて、接種していただきたいと思っています。本田明子君。ありがとうございました。終わります。福島瑞穂君。すいません、時間